鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている、妖怪学校のレリーフ。ほぼ中央に折りたたみ入道が描かれている。折りたたみ入道とは、漫画、ゲゲゲの鬼太郎などに登場する架空の妖怪。水木しげるが創作した妖怪である。普段は小さな箱の中に潜んでいる。体は紙のように薄く、普段は折りたたんであり、箱を開けるとびっくり箱の中身のように飛び出す。 ネズミ男らしき男が悪事を働き、キタロウは無実を主張するネズミ男と共に、捜索しそっくりな真犯人を発見。犯人は背負ったつづらから折りたたみ入道を消しかける。入道はキタロウを食べるが帰り討ちに会い、犯人はネズミ男の弟を名乗るが実は無事なが化けていた。というのが、基本の流れ、折りたたみ入道に登場。子供たちから、お年玉を騙し取った偽ネズミ男を発見。 捕まえようとするとその背のつづらから折りたたみ乳道が飛び出し、北郎を飲み込んでしまう。違和感を覚えた乳道は、北郎の足首と饅頭らしきものを吐き出す。乳道は、饅頭の方を再び口にするが、急に変な動きを始め、自分で首を締めるようにして死んでしまった。足首の形に縮んでいた北郎は元に戻って、偽ネズミ男を捕らえ、乳道が食べた饅頭は、 自分の体に入ってきた毒素を一年分蓄えた、毒まんじゅうだったと明かす。偽ネズミ男は、ネズミ男の弟と名乗り、日本では育たないとされていた折りたたみ入道を100年がかりで、育て見せ物にするつもりだったと語るが、裾から出ていた尾に触れられると慌てて逃げ去った。無事なが化けていた。第1作、第38話、折りたたみ入道ネズミ男の弟を名乗る男は、 折りたたみ入道を見せ物にしようと儲け話をネズミ男に持ちかけるがネズミ男は北郎に邪魔されると懸念先手を打って北郎を倒すべく奇襲をかけた折しも北郎は全身に溜まった一年分の毒素が足でお出来状になって苦しんでおり劣勢に立たされるしかし折りたたみ入道に食べられたかに見えた北郎は身を縮めてちゃんちゃんこに隠れ毒素のお出来で作った 毒まんじゅうを食べさせニ道を倒す。ネズミ男たちは山の冷気で折りたたみニ道を復活させ再挑戦。同じ手は使わせまいとちゃんちゃんこに火をつけるが、その煙がニ道とネズミ男の弟を巻き込む。ニ道は鬼太郎に額を蹴り割られて、再び倒れ、弟も無事なの正体を表し逃げ去った。ニ道の正体は、カかしだった。第3作、第13話、 折りたたみ入道をネズミ男らしき男が子供たちの前に折りたたみ入道を飛び出させて驚かし落としたお年玉を盗んでいた。北郎は猫娘や夢子と共におとりになって誘い出すが入道に飲まれてしまう。だが一緒に飲まれた目玉親父が入道の耳や鼻から顔を出しかくらん。その隙に猫娘が噛みつき一旦め面がつづらとつながる部分を切り離す。 ニュードは石段を転げ落ちる中で、キタロウに脱出され、下で待ち構えていた塗り壁に激突、最後は粉木じに潰され、地面に封じ込まれた。第四作、第三十六話、経天。折りたたみニュード子供たちや猫娘から金を騙し取った、ネズミ男そっくりの男は、ネズミ男の弟と名乗る。兄弟の出現に喜んだネズミ男は彼をかばって、妖怪アパートに入居させ、 共に暮らすために働き始めるが、それを境に、アパートで連続失踪事件が勃発。弟は山で行き倒れていた折りたたみ入道を手名付けており、アパートに持ち込んで住人たちを食べさせていた。入道は現場を押さえた北郎をも飲み込むが、腹中から体内電気を食らって脱出された上に、ちゃんちゃん子で締められ、ただの紙束のようになってしまう。 引っ込んだつづらからは食べられたものたちが出てきた。星野隆一による派生漫画第1話恐れ食え。折りたたみ入道に登場。折りたたみ入道のつづらを手に入れたネズミ男は、それで子供たちを脅して金を奪っていた。その見返りに入道は猫娘のファンなので会わせてほしいと頼むが、実際に会うと彼女を食べてしまい、次は北郎を食わせることを要求。 つづらの中に入ると、キタロの攻撃も通用せず、揚力を消耗したキタロを飲み込む。だがその前に放たれていたちゃんちゃん子で腹を締められた。上にリモコン下で、つづらの蓋を締められ、猫娘と共に脱出した、キタロの下道旋風で、あやかし会の待機に封じ込まれた。ありがとうございます。